ジョージアの首都トビリシの政情は2024年4月以降、急速に悪くなりつつあったが、ここ数日の情勢の悪化はより深刻であり、いつ何が起きてもおかしくはなさそうだ。人々はロシアの国旗を破り、EU の旗を掲げながら、ロシアの法律に反対、欧州連合に賛成と声を上げて大規模デモを連日のように開催している。ジョージアの治安部隊は催涙ガスや放水によって、彼らデモ隊の弾圧を行っているようだが、その勢いはもはや止まるところを知らない。なんか知らぬ間にジョージアがとんでもないことになっているようですね。うむ。ロシアとウクライナの開戦後、2022年時点で何かと不穏な空気が漂いつつあった同国だが、2024年4月に入ってその情勢は急速に悪化している。民衆は反ロシア、EU への加盟を求めて現政権に強く抗議をしている状態だ。この現象は2014年に発生したウクライナにおけるマイダン革命にとてもよく似ているとして世界中の国際政治関係者の注目を集めているぜ。2014年までは親ロ派政権がずっとウクライナの政治を握っていたのだけれど、そのマイダン革命によって親ロ派政権が崩壊。今のような反ロシア政権の構造が出来上がったのよね。ただ、その結果というか、ロシアはすぐにウクライナ東部のドンバス地方、あるいはクリミア半島を武力行使で制圧していたし、そういう意味ではジョージアも、いろいろと問題が起きそうな状況ではありますね。うむ。ソ連の構成国であった歴史があるジョージアは、ロシアとの関係が未だ根深い。ジョージアの北西部にあるアブハジアという地域は、現在アブハジア自治共和国として、事実上、ジョージアから独立しているような状態だ。もし現政権が革命によって民衆に打ち倒され、新たな反ロ政権が誕生しようものなら、このアブハジア共和国を中心に、ロシアが軍事介入を進める可能性も十分にあるわけだぜ。かつてのウクライナとロシアの関係が、今まさにジョージアでも起きようかという状況なのね。これはかなり不安な情勢ですよ。そもそも、なんでこのタイミングでジョージアでは暴動なんかが発生しているのかしら？うむ。そのあたりを紐解くことで、現在のジョージアにおけるデモのことの重大さが理解できるかもしれないな。ということで今回はロシア、世界中を全部的に隣国ジョージアで、反ロシア革命が勃発と題し、2024年5月現在ジョージアでなぜ大規模デモが発生しているのかについて、掘り下げていこうかと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かったためになったとか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。ジョージアという国は南コーカサス地方にある、人口400万人ほどの小さな国だ。そもそもこのコーカサス地方、多様な民族が分布していることに加え、アゼルバイジャンのバクーにある油田などが、大国の重要な資金源として狙われることも多く、ロシア帝国期以来から争いが絶えなかった地域でもある。ソ連時代はジョージア、当時はグルジアと呼ばれていたが、ジョージアはソ連の構成国であり、1991年に独立を果たしたという経緯があるぜ。ジョージアの情勢についてはあまり追ってきていなかったけど、国会に面していることもあって、微妙にロシアとウクライナの戦争にも関連がある地域なのよね。特にクリミア半島のセブアストポリにあったはずの黒海艦隊の本拠地は、戦争の長期化とともにウクライナ軍に司令部を攻撃されたりしてかなり危ない状態にあり、クリミア半島周辺での活動を諦め、続々とノブオロシスク港など東側に拠点を移したはず。そこでロシアの黒海艦隊は、新たな拠点としてアブハジア共和国のオチャムチレの港に、黒海艦隊の新基地を建設するように話を進めている、なんて話があったわよね。うむ。アブハジア共和国は、根っからの親ロ派政権だ。ロシア側から要望があったのだろうか、それとも軍事的にロシアの庇護を受けようと思ったからなのかは不明だが、両者の思惑を合致させる形で、2023年後半より現実的な黒海艦隊の基地建設の話が進んでいるようだな。だけどそうなると少し変な気がするのよね。アブハジア共和国が親ロ派政権で、現在ジョージアの首都トビリシで発生している大規模デモ自体も、反ロシアを掲げるものなんでしょ？そしたらそもそも、ジョージア政府とアブハジア共和国の政権が反発している理由がよくわからないのよね。どっちも親ロ派政権ってこと？その点については、トビリシの現政権のなんとも微妙な政治的背景について話す必要があるな。そもそも今回、なぜジョージアで大規模デモが発生してしまったかについてなのだが、これはトビリシの現政権の与党である、ジョージアの夢党が進めている政策、外国の代理人法案の施行に起因するものだぜ。この外国の代理人法案というのは、各国のメディアでは反スパイ法案とも言われている法案だ。
具体的には、ジョージア国内で資金の 20% を国外から受けている団体に対し、外国の代理人として登録を義務付けるという内容の法案になるぜ。つまりは、外国の資金によって運営されている国内の団体をスパイ団体と認定し、監視、場合によっては解散、弾圧する対象にするということだな。ふむ。スパイがどうのこうのって話は、世界中の国々、日本ですらも同様に問題になっている話ですから、まあ時代の流れなのかなって気もするけど、それがなんで大きな問題になってるのかしら。この政策が、極めて進路的であるとジョージアの国民には受け止められているからだな。ここからはより詳細に、ジョージアの現政権の立場について掘り下げていこうと思うぜ。時を遡って2008年、ソ連崩壊以来国内での民族問題を起因とする対立が続いていたジョージアでは、南オセチア紛争と呼ばれる、5日間程度の争いが発生したぜ。この時、ジョージアからの分離独立を主張する南オセチアやアブハジアを支援する形で、ロシア軍が同地域から軍事侵攻を開始、南オセチアにはロシアの第58軍が侵入し、ジョージア軍との戦闘を行い、アブハジア沖には黒海艦隊の艦隊が接近、沿岸の港から上陸し、黒海艦隊の海軍歩兵大隊や空挺師団9000人程度がジョージア軍と戦闘を行ったぜ。この結果、ジョージアは南オセチアとアブハジアにおける支配権を完全に喪失することになり、ロシアは両地域の独立を勝手に承認、ジョージアとロシアの関係は険悪になり、すぐに国交断絶状態になっていたぜ。ふむ。こう考えると南オセチアやアブハジアの政権が親ロ派的である理由はよくわかるけど、ジョージア政府が親ロ派的になる理由は全く見えてこないわね。少なくとも2008年の時点では、何らかの関係改善があったという感じかしら？この紛争の結果、当時のジョージアの与党である統一国民運動なる政党は、ロシアの南オセチア侵攻を招いたこと、そして自国の多くの領土を失ったため、国民の不満が一気に表面化することとなってしまった。その政党への不満に変わる形で、ジョージアの新たな与党として2012年、国民の支持を集めたのが、現在のジョージアの与党でもある、ジョージアの夢なる政党だったぜ。南オセチア侵攻でロシアに対する不満が募っていた後の政権獲得だったということもあり、発足当初は新欧米路線、EU 加盟を目標とする政党として認識されていたんだよな。発足当初は、ってことは、今はそうではないってことなのかしら？これがまた厄介な話なんだが、少なくとも現在のジョージア国民たちにとっては、そう思わせる疑惑が非常に強くなっているという状況だぜ。2012年、ジョージアの夢という政党を発足させて政権を握ったのは、銀行業で大成功を収めたジョージアの実業家、ビジナイブアニシブイリなる人物だった。彼は2012年に首相を務め、現在は政界を引退しているはずなのだが、なんとこのイブアニシブイリなる人物、今現在もジョージアの夢政党の最高権力をただ一人で握っているというのだという。つまり、独裁的な傾向が強いということだぜ。彼は EU への加盟、新欧米路線というジョージアの目標を掲げつつも、ロシアとは融和的な対話も進めており、親ロ的な傾向が強いという疑惑が、噴出するようになっていったぜ。なんと、ジョージアにおいては、まだ独裁的な政治体制が根強く残っていたというのね。まさにソ連時代の伝統が色濃く残っているというか、2014年以前のウクライナが、まさにそういう感じだったはずですしね。うむ。残念ながらジョージアの政治は、この人物一人の意思決定によって決まるところが大きいようだ。イブアニシブイリ氏はたった一人でジョージア国内の GDP の4分の1から3分の1の資産を保有するという、とんでもない億万長者の一人だ。彼がその財産を築く上で重要だったのは、旧ソ連時代に築かれたロシアとのビジネスのパイプであり、現1996年には、ロシアに影響力のある金融業の実業家7人のうちの一人に数えられている。彼は2012年に政権を獲得して以降、欧米諸国との関係構築とともにロシアとの関係改善も進めており、少なくとも2022年までは問題は表面化していなかった。だが、2022年にロシアがウクライナに侵攻したことをきっかけに、彼は急に親ロ的な発言を公の場で語るようになっていったんだぜ。戦争が始まる前までは両陣営との関係を維持しようって感じだったんだろうけど、なるほど。彼自身の経済基盤がロシアにあるのなら、どちらかを選ばなければならないってなった時に、ロシアを選ばざるを得なかったのかもねー。2024年4月29日、彼はトビリシで行われたジョージアの夢党の政党集会において、こんな演説を行っている。2004年から2012年にかけて、ジョージアは国民によって選ばれた政府ではなく、外部から選ばれた革命委員会、外国機関によって統治されていた困難な年月を経験していた。血生臭い政権は刑務所を囚人で満たし、何百人もの罪のない人々の命を奪い、何千人ものビジネスマンから資産を略奪し、不
政選挙を行ってメディアを掌握し、そしてジョージアの領土の 20% を失った。これらの行動はすべて、外国勢力からの圧力によるものでしかない。外国人はジョージア国内の NGO を通じ、ジョージアを間接的にコントロールしようとしているのだ。これはあれですね。今回大暴動に繋がった、反スパイ法案の必要性に言及しているって感じ。少なくとも彼は、国民の大多数が反対している法案を、推し進めようとしている人物だということはわかるわ。問題はここからだ。2008年のブカレスト首脳会議での約束にもかかわらず、ジョージアとウクライナは NATO への加盟を許されず、外に取り残されてしまった。この決定はすべて、NATO と EU の意思に決定権を持つ、ジョージアとウクライナを大砲の餌食としか見ていない。世界戦争等によって行われたものである。世界戦争等は2008年に初めてジョージアをロシアと対立させ、2014年と2022年にはウクライナをさらに困難な状況に陥らせた。世界戦争等は EU に対する絶大な影響力を保持しており、彼らの干渉によってジョージアは戦争の道具と化す。ジョージアはジョージア国民に意思によって、決定されるべきだ。と、ざっくりとこんな感じの発言だぜ。世界戦争等ってのは、そんな団体は存在しないので、これはあくまで彼なりの比喩的な表現と言えるだろう。NATO や EU を支配し、世界を戦争の渦に引き込もうとする勢力が、西側諸国にはいるという旨の発言だぜ。なんというか、陰謀論？この発言は極めて陰謀論チックであり、かつロシアがウクライナへの侵攻を主張するにあたり、よく多用している、いわばレトリックに近いものだ。この発言については、現在のジョージアの夢党における代表、現首相であるコバヒゼ首相、彼はイブアニシブイリ氏に任命される形で、現政権を任された人物だが、彼もまた、西側諸国がロシア・ウクライナ戦争を引き込み、ジョージアに今回の戦争における第二戦線を切り開こうとしているなんて語っている。コバヒゼ首相の発言はイブアニシブイリ氏以上に、直接的に反欧米的なものであることは確かだな。なるほど。現首相がまさしく、反欧米を明確に発言しているわけですか。なんならジョージア国内で爆発物が見つかった時、これはウクライナ製のものであるとして、西側諸国の陰謀である、なんて発言もしてるしな。溢れ出る陰謀論。ジョージアの現政権を司るトップ政治家たちの発言が、今まさにこんな状態だ。他にも様々な政治資金問題や汚職問題など、進路的であると思われる疑惑はいくつもあったが、その問題は、2022年までは表面化することはなかった。そんな発言をしている中での、外国の代理人法案の成立だ。ジョージア国民らはこの法案を、西側諸国の資金源をもとに運営している国内の NGO を中心とする団体を、スパイに認定して解散弾圧させるための進路的な政策である、と批判を強めているわけだ。イブアニシブイリ氏の発言は、進路的でもありつつ NATO や欧米を直接的には批判しない、なんとも微妙なラインを探っていそうなあたり、さすが政治家って感じはしますね。ただ、ロシアがもう戦争始めちゃったから、そういう敵対的な主張も避けられなくなってきちゃったのね。ここからは、荒れるジョージアの今後の可能性についても触れていこうかと思うぜ。ジョージア政府の国家保安庁の発言は、もはやロシアのレトリックをそのまま主張していることを隠さない。ジョージア国家保安庁は5月8日、ジョージア系の元政府高官、ウクライナ軍情報当局、そしてウクライナでウクライナ軍の兵士として、戦っているジョージア人らが、暴力的なクーデターを企てているなんて主張している。現政府と大多数の国民の間の対立は深まるばかりであり、デモの規模は急速に拡大している。当然このままどこかで沈静化する可能性もあり得るが、沈静化しない可能性も十分に考えられるだろうぜ。このまま行けば、2014年に発生したウクライナにおけるマイダン革命のように、あるいは2008年のオセチア紛争以上の軍事衝突が、発生してしまう可能性すら出てきそうね。EU 議会の副議長はこのようなジョージア国内の混乱に対し、このまま行けば、ジョージアの EU 候補国としての権利を剥奪するとの可能性を示唆しており、これはジョージア国民の大多数の意見を反映しないものになる。今のところ問題が拡大する可能性はあっても、問題が沈静化する様相は見せていない。考えられる一つのシナリオとしては、現政権がロシアに軍事的介入の要請を出し、デモ隊を武力で鎮圧することだ。例えばベラルーシの首都ミンスクで発生した大規模な反政府デモにおいては、ルカシェンコ大統領の選挙不正に抗議したベラルーシ国民の大多数が抗議集会を開いたものの、最終的にはロシア系の民間軍事会社の傭兵たちによる協力もあり、ベラルーシ国内の軍隊や警察によって弾圧、反政府の野党指導者らなどは、国外に逃げるかなどの不審死を遂げる事態となってしまったぜ。これも革命の可能性がある出来事だったけど、結局現政権によって弾圧されてしまったということね。
そういう意味ではジョージアの現政権も、最終的には軍隊や警察による武力弾圧を行うだろうが、もし弾圧が難しいとなれば、公にロシア政府からの軍事介入を打診、ロシアから首都トビリシに向けて、ロシア軍が派遣される可能性も出てくるぜ。ロシア国内の共和国であり、チェチェン共和国の紛争の時がまさにそんな感じだったわね。武力鎮圧によって、チェチェンの反ロシア政権を完全に弾圧してしまったはず。ジョージアも、場合によってはそうなる可能性が、ただし、もちろん2014年にウクライナで親ロ派政権の打倒が成功したように、ジョージアでも革命が現実のものとなる可能性は十分にある。このマイダン革命の時は、当時のウクライナ大統領であるヤヌコーブイチ氏の政治方針の迷いもあり、新欧米路線に向かうと思えば、一転して親ロ派政策を進めるといったこともあり、ロシア側も当時の親ロ派政権への対応を苦慮していた時期だった。結局、ヤヌコーブイチ氏はロシア軍の介入を求めることはなく、最終的にはドンバス地域やクリミア半島の親ロ派住民の動きに合わせる形で、ドンバス紛争やクリミア危機が始まっている。つまり、当時の親ロ派政権の強力な弾圧の前に、革命が成功したがゆえ、今のウクライナの状態に至っているというわけだな。ロシアもドンバス地域を中心に、工作活動を続けていたという話がありましたけど、彼ら親ロ派住民の放棄に求めてという体裁、あるいは政権に求められてという建前がない限りは、軍事侵攻なんて行えませんからね。うむ。だからこそ、ジョージアの騒動は本当にどうなるか判断しがたいレベルまで来ている。このまま急速に暴動の規模が拡大すれば、ジョージアの夢党を中心とする現政権の政治家たちが、ジョージア国内にいることが難しくなり、ロシアに亡命するなんて可能性も出てくる。そうなれば革命は成功だ。ところが現政権側の対応、あるいはロシア政府の介入が革命の動きよりも早いものになれば、ジョージア国内の反対派は一気に弾圧されることになるだろう。ジョージアは今まさに、その分岐点にいるわけだぜ。アゼルバイジャンとアルメニアの戦争の話もありますけど、本当にコーカサス地方、旧ソ連の影響力が強いというのもあるんでしょうけど、未だ争いが絶えることがない地域なんすねー。ということで、今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。